出身、小学6年生、3番の B ちゃんです。よろしくお願いします。こんにちは。初めまして。初めてで、めっちゃ緊張してるんですけど、温かい目で見守ってもらえたら嬉しいです。画面小さくてすいません。頑張れ。ありがとうございます。頑張ります。フォローよろしくお願いします。はじめまして。あ、応援してます。ありがとうございます。キータカさん、はじめまして。はじめまして。しげさん、こんにちは。特技は、ダンスと歌とドッジボールです。あ、ギジュさん、アヤのこと知ってるんやね。あ、アヤさんファンです。はじめまして。あ、ミサさん、こんにちは。フォローしてくれると嬉しいです。あかりさん、こんにちは。推しメンは、マイティとシンシンです。グルさん、頑張りやー。ありがとうございます。頑張ります。画面小さくてすいません。ちょっとよくわかりません。
こういうの初めてでめっちゃドキドキしてます。でも、温かく見守ってくれると嬉しいです。応援してください。ルンペイさん、かわいい、ありがとうございます。ちなみに、特技にダンスと歌って書いてるんですけど、ダンスと歌習っています。ちっちゃい時から NMB48 が大好きで、この10期生オーディションに応募しました。あかりさん、いつから習ってるの？小学校3年生の時から習っています。ちなみに、1月末に NMB48 の公演に行かせていただきました。チーム N です。その時に、ジンクスとかいっぱい踊っててキラキラしてるアイドルを見てアイドルになりたいなと思いました。おしめに平山舞さんがいるんですけど、マイティさんは、笑顔がとっても素敵で、面白くて、バラエティ力がすごくて、推し面になりました。ルンペイさん、いい笑顔ですね。ありがとうございます。48グループで好きな曲は、脱出ゲームです。ハットの脱出ゲームです。それでチーム N が好きになりました。シロタン、応援するよ。応援してください。ありがとうございます。なぜか画面が小さい。すいません。大きくならないんですよ。パソコン配信が分からなくて5時開催の予定でしたが少し遅れました。すいません。どうやったら画面大きくなるか分かりますか？わかる人あったらコメントに教えてください。
じめまして。エントリーナンバー3、みーちゃんです。みーちゃんって呼んでください。よろしくお願いします。フォローしてくれると嬉しいです。おはようございますさん、ギフト、ありがとうございます。かんちゃん、こんにちは、こんにちは。大志奈さん、フォローしました、ありがとうございます。グルさん、ギフト、ありがとうございます。いっぱいありがとうございます。今日からみーちゃん推しになります。ありがとうございます。あ、顔出しするんか迷ったんですけど、やるなら全力でやりたいと思ったので顔出ししようと思いました。パンダさん、こんにちは。クシちゃん、頑張れー！ありがとうございまーす。よしさんと読み方わからないんですけど、ジュン TV さん、ギフトありがとうございまーす。つくしちゃん、みーちゃんの好きな食べ物は、スイカでーす。くずパンダさん、こんばんは、とても元気がありますね。ありがとうございまーす。大志奈さん、ギフトありがとうございまーす。この髪型、ちなみに、ゆうちゃんの髪型を真似しています。まふみさん、こんにちは。SR さん、ギフトありがとうございます。大事なさんギフトありがとうございまーす。NMB48 を最初に見たのは2歳の時で、初めて踊った曲は NMB48 さんのジッパーっていう曲です。日高浩二さん、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。バブちゃん、そんなに赤ちゃんに見えますか？
バルキーさん、こんにちは。特技に、ドッジボールって書いてるんですけど、特に投げるのが得意です。あかりさん、一番かわいい、ありがとうございます。パルキーさん、9期生のアミタンみたいよね。あ、アミちゃんも憧れの人です。尊敬する人の山本彩香さんの曲で、だってだってだってが一番というか、すごい好きな曲になっています。ともちゃんさん、かわいいみーちゃん、ありがとうございまーす。パルキーさん、公演見に行ったことある？あります。チーム、平山チーム N の公演に、N シップの公演に見に行ったことがあります。そういえば NMB48 さん最近新曲披露されるみたいなんですけど、これが愛なのかみたいな、これが愛なのかのジャケットの制服がちょっとだってだってだってに似てていい感じですね。元祖ところてんさん、メンバーに NMB 入ってって言われたんじゃないの？あ、言われました。推しメンの平山麻衣さんと、キャプテンの小島かりんさんに、入ってみてーって言われて、ちょっとその時に熱が入って、今回応募しました。みささん、ギフトありがとうございまーす。あかりさんもギフトありがとうございまーす。ちょっと緊張してて、ちょっと言葉詰まっちゃってるんですけど、質問してくれたら、大体何でも答えるんで、いっぱい質問してください。質問してくれると嬉しいです。パルキーさん、好きなメンバーいますか？マイティさんとシンシンさんが好きです。去年の13年ライブに行きました。宝野さん、頑張ってください。ありがとうございます。オッケーさん、こんにちは。こんにちは。ガンストコロテンさん、好きな曲は、だってだってだってと、
ハートの脱出ゲームが好きです。おけいさん、もともと好きだったの、ちっちゃい時からずっと好きでした。あ、ちなみにジンクスも好きです。パルキーさん、すげえ、ライブも見に行ったんや。はい、見に行きました。2回見に行きました。お姉ちゃんの影響で、一緒にお姉ちゃんとライブに行かせていただきました。得意な歌、得意な歌は、なんでしょう。得意な歌。好きなんで、だってだってだってが得意です。タモリさん、好きな教科は、好きな教科は、体育と算数が好きです。つくしちゃん、運動好きなんだね。あ、運動大好きでーす。ドッジボールも得意だし、他にも得意なもの結構あります。鬼ごっことか走るのも得意です。あかりさん、ギフトありがとうございまーす。タモリさん、好きな給食は、好きな給食は、唐揚げです。スイカちゃん踊って、何の曲で踊りましょう。じゃあ、踊ってっていうコメントいただいたので、青春テトラポット踊りたいと思います。青春テトラポット。二人だけの防波堤、もう限界。もう結界。青春テトラポット。波にだって誰にだって邪魔させない。ずっと走り続けよう。ありがとうございます。よしさん、ギフトありがとうございます。あかりさん、ありがとうございます。みささん、ありがとうございまーす。パルキーさん、歌うまい、ありがとうございまーす。じゃあ、もう一曲、披露します。好きなんで、ハートの脱出ゲームを踊りたいと思います。謎だったんだ、不思議な気持ち。今まで感じたことがない謎だったんだ、ドキドキしてる頭。脱出ゲーム。イェイイェイイェイ。ありがとうございます。
パスコさん、かわいい。ありがとうございまーす。大志野さん、ギフトありがとうございまーす。すいません。めっちゃ緊張してて言葉出ないので質問してくれたら嬉しいです。何でもいいので、大体答えるので質問してください。お願いします。大志野さん、ファイト。ありがとうございます。頑張ります。あかりさん、好きな色。好きな色は、黄色と白が好きです。あ、はじめまして。もう一回自己紹介します。大阪府出身、小学6年生、3番のみーちゃんです。みーちゃんって言ってもらえると嬉しいです。お願いしまーす。A さん、ギフトありがとうございまーす。あかりさん、みーちゃん、はーい。フォローしてもらえると嬉しいです。うーたんさん、こんばんは、こんばんは。デビルさん、11歳ですか？はい、11歳でーす。小学校6年生の11歳でーす。6時15分に終わろうと思うので、質問あったり、話したいことあったら、何でも言ってください。答えます。ミサさん、11歳か、若いねー。そうです、若いでーす。あかりちゃん、学校で流行ってること、学校で流行ってることは、なんでしょう。なんでしょう。学校で流行ってるものは、折り紙でーす。スイカちゃん、アーヤンみたい。本当ですか？ありがとうございまーす。あかりちゃん、かわいい。ありがとうございまーす。
ダンスと歌はずっと習ってるの。3年生の時から習っています。じゃあ、推しメンのマイティさんについてちょっと語りたいと思います。さっきも言った通り、マイティさんは、笑顔がとっても素敵だし、バラエティ力、話センスもあって憧れています。つくしちゃん、動物好き？動物は好きです。でも、一個だけアレルギーがあって、猫のアレルギー持っています。で、一番好きな動物は、意外かもしれませんが、イルカが好きです。さっきの、シンシンさんの好きなところは、個人的に顔がめっちゃ好きなんですよ。あと、あざといところも、ちょっとというか、結構好きになっています。マイティさんとシンシンさんの TikTok よく見ています。フォローしてもらえると嬉しいでーす。つくしちゃん、苦手な食べ物は？苦手な食べ物は、ピーマンです。あ、ダンスどんなジャンル習ってるの？結構いろいろな系統のダンス習っています。おでん屋さん、はじめまして。15分に終わるので、質問あったら何でも言ってください。お願いしまーす。アッスーさん、こんばんはー。あかりさん、夜ご飯何食べたい？好きなのは、唐揚げって言いましたが、今日の気分はハンバーグが食べたいです。アッスーさん、ギフトありがとうございまーす。ありがとうございまーす。つくしちゃん、学校の休み時間は何して遊んでるの？ドッジボールとか鬼ごっことか。とにかく外で遊んでいます。
フォローしてくれると嬉しいです。さっき歌ってってコメントあったので、好きな、なぎさ最高の曲を歌いたいと思います。なぎさ最高、君もビーチも、なんだか胸がキュンとする。目と目があって、微笑まれてものか。おおお、なぎさ最高、当然実質、ドゥダダダダも。何もできずに見とれてる僕なら、どうしてくれる。すいません、歌詞曖昧でした。ごめんなさい。緊張してど忘れしちゃいました。すいません、ごめんなさい。大志奈さん、ギフトありがとうございます。つくちゃん、かいからいいよ、ありがとうございます。フォローしてくれると嬉しいです。15分でやめちゃうので、あと6分間ぐらい質問とかしてくれると嬉しいです。あとフォローもよろしくお願いします。あかりさん、9期生で好きなメンバーはいますか？レイポンさんが好きです。あと、アミタンも好きです。顔が、個人的にめっちゃ好きで、もうさっきから個人的にしか言ってないんですけど、レイポンさんとアミさんは顔がめっちゃ可愛くて、踊りも上手で好きです。高木さん可愛いよね。わかります。可愛いですよね。大志奈さん、私もレイポンとアミタン好き。好きですか？お揃いですね。大志奈さん、いっぱいギフトありがとうございまーす。つくしちゃん、好きな果物は、これ果物に入るかわかんないんですけど、スイカが好きです。で、スイカ以外だったら、リンゴが好きです。
つくしちゃん、私もリンゴ好き、好きですか？一緒ですね。NMB48 入ってしてみたいことある？してみたいことは、早く昇格して、公演とかいっぱい出て、みんなを元気づけたいと思います。なので、応援よろしくお願いします。あと2分で、あと1分ぐらいで、もう、配信終わっちゃうんですけど、明日も、あ、応援してます。ありがとうございます。明日も配信、11時から、します、します。だから、明日も見てきて、見てください。明日も見てくれると嬉しいでーす。明日は、ちょっと今めっちゃ緊張してたんで、頑張って、そんなに緊張しないように頑張ります。応援してくださーい。見ます。ありがとうございまーす。見てくださーい。あかりさんギフトありがとうございまーす。ランキング1位、あかりさん。2位、だいしなさん。3位、ぐーさん。ありがとうございまーす。4位、よしさん。5位、みささん。6位、えーさん。7位、読み方わかりません。じゅん TV さんすいません。8番、SR さん。9番、さかえさん。10番、ぎじゅさん。11番、ゆうかさん。12番、むらさん。13番、ふみかさん。ここまでにします。ありがとうございまーす。また明日会いましょう。さよならー。